養豚場みたいな。あ、すげえ、めっちゃ動物見やすい。牛かな、すげえ、めっちゃ動物見やすい。これ廃墟だね、この、ね、養豚場と家畜。まだこんなに匂いしてる、すごい匂い。そのまま放置されてんだよね。写真撮っとったらおもろかったね。遅かった。あ、こっちかな。マジで人通ってなさそうだね。今日はですね、かなり山奥に来ました。そうですね。あの瀬戸内市なんですけど、まあ、牛窓かなエリアになるんですけど、まあ、この先にね、あの今日はあのブド君の好きそうな、はい、あの槍部屋があると、はい、僕も一回行ったことあるんだけど、ブド君がなんかすごい興味あるんで、ちょっと行ってもらおうかなと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっと行ってみましょう、はい、早速。そうだね、かなり。でもこれ車のタイヤ痕があるね。え、マジ？この奥に何かあるの？建物あるの？マジ？行きましょう。すげえ。急に動物とか全然出てきそうですね。ね、なんかありますね。あの奥。あれですか？なんかあります。一番怖いの誰かいるところなんで。一番怖いのあれなんだろうね。え？あの赤の。
何でしょうこれ。え、マジで何これ。なんか業務用の、うん、なんでもなんか中に何かあるんですか。あ、トイレだ。お、え、便器が本当だ。トイレか。なんかここいて、ね、あのなんか向こうにも。お、本当だ。これなんだ。お、え、バスじゃね。バスだね。バスだね。え、バスじゃないですか。バスだね。ちょっと見てみましょうか。ちょっとここ入ってみようか。ここ、え、ここどこですか。ここ、そうそうそう、そこですか。そうそうそう、頑張ろう。あ、でもこれ牛窓って書いてるね。あ、本当だ。ん、主役、主役、四季、四楽。おー、牛窓。だいぶ古いですね、バスね。なんか車体見る感じかなり。ちょっと、あ、ブドウ君いける。よいしょ。ブドウ君すごいね、このスーツでこういう場所に。山の一つの格好間違ってる。一つのなんか味。絶対来るかこれ。うわすげえ、なんか多分こっちで入りながら、ね、ガソリンタンクとガソリンタンク、灯油とかを入れるやつと枠も入れる。何があるかな。シートと、もうちょっとクモさんごめんな、通るで通るで。おお、見える画面ちょっと。普通に機内なんですけど、シートとなんかバケツの中に何かがあって、まあ単純に車内はめちゃめちゃに荒らされてます。すげえ荒らされてます。やるね不動くん。いやもう、これ人住んでたんだろうね。静か、こんなところに。うん、でっか。俺はこんな感じ。行こうか。うん、ちょっと戻りました。どう行こうかなみたいな。あ、裏から行こっか。裏行けたと思う。あれか。そう、なんかもうツタがもうね、こっちこっちに道あったような。ん、あ、でもこっからもしかしたら。あ、そう、ちょっと頑張ってみる。ちょっと行ってみようか。え、車ある、ちょっと行った。なんか、なんか、え、行けます、これ。前行った時ね、車あります。あ、これ厳しいんですけど、ちょっと持って、草木が。あれ？行きます？これなんか行けそうな。どう、武藤くん？まあ長ズボンなんで、まあ別に問題はないですけど。やっぱ危ねえな、ちょっと足がちょっと足取られたらやばいっすよね。そんなに。
んなところに建物を作ったやつ誰だよ。でもなんか見えるよねペット、はい、いやマジ道なき道すぎるな地面が見えないんだよ。そうだよね。おお結構行くね武道館。おおすげえ回転台ある。でベッドっぽいのも奥にあります。どう？見えるのがなんかよくわからん丸い回転台みたいなやつと、で奥に多分ベッドじゃないんかなあれは。ちょっと行けるとこまで行ってみようか。これをつけてよ。うわすげえ。めっちゃ虫います。アリです。うわちょっとこんな感じでやるね。で回転台みたいなのがあって、でちょイズラン注意ですかね虫。OK ですかね。いやまあどっちでも、まあ、そこはブドウ君の。まあ、一応それかいっぱいいます。なんかこんなありっすね。でも何に戦ってんだろう。あ、多分巣があるんですね下に多分ですけど。で木が大体腐っててマットレス畳みたいなのもあります。で腐っ、これ間違いなくやり部だよね。はい、こんなとこもこんなとこまで人来んのか、すげえな。写真撮らなくて大丈夫。撮ります。ちょっと、はい、天井低いっすね。そうはね。へえ。畳だったんだねこれ。戻りますか。はい、戻りましょうか。で。こんなとこまで人来てたの？でもバスでここまで。ここまで来て。昔多分道あったんですよねちゃんと。うん。これいつ頃使われてたんですかね？昭和とか。ああ、武道君生まれたぐらい。ってことは。ああでもその前かな。全然平成。平成の初めぐらい。平成初期。多分ね。今日のまとめお願いします。まあ、なんかやり部屋 に使われてたとこに行ってきたんですけど、なんかそうっす、思ってたよりその道がなさすぎてちょっとビビって意外と思ったより道じゃなかったんで全然言うても前回の山道よりはマシだろうなと思って来たら全然前回より道がなさすぎてまあですけど、まあちゃんと無事に初めてのやりちゃ、あ、ちょっと気になってたんで単純に僕やりなんか廃墟とか初めて。廃墟まあ行かないですね。確かに初めてじゃ初めてです。いやでも結構進みましたね今日は。度肝抜くくらい、はい、若さゆえのもうなんか腹くくるしかないありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。武道君のチャンネルもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとう、ブドウ君。ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。